本物の歯を型紙にしてコスモスユニットの台紙を作りましょう。まず八つ切りの画用紙を4つに裂きます。周りを少しずつ破りながら形を整えます。型紙は本物のコスモスの葉を拡大コピーして作ります。細いのでマジックで太くしていったら画用紙と重ねて先が細くなるように切り取り型紙にします。型紙は説明欄からダウンロードしてください。これを色画用紙と重ねてホッチキスで留め刃先の方から切っていきます。刃が細いので引っ張るとちぎれてしまう場合があります。細かいところまで丁寧に切ってください。切り取れたら型紙を外します。先ほどの土台に葉っぱを貼り付けて出来上がりです。細かく切るのが大変な場合はパーツに分けた型紙をお使いください。小さいパーツに分かれているので切るのも簡単ですし手分けをして作業することもできます。土台に葉っぱを貼り付けるときには先に土台の方に糊をつけておくといいです。1センチぐらい間を空けながら薄く液体糊をつけておきます。ここに茎の長い葉っぱをまず貼ります。茎の長さが足りないときには余った画用紙で作った茎を継ぎ足すと良いでしょう。空いているところに短い葉っぱを足していきます。糊が乾いてきたらその都度つけてください。最後にはみ出たところを切り取って出来上がりです。この葉っぱの台紙の上にコスモスの花を貼ってユニットを作ります。花は折り紙や画用紙で作ったものでも構いません。たくさん作って飾り方を工夫してみましょう。